睡眠不足とは十分な睡眠をとれていない状態であり、慢性、急性の両者が存在する。慢性的な睡眠不足は疲労、日中の眠気、作業精度低下、体重減少もしくは増加を引き起こし得る。これは脳や認知機能に影響を起こし得る。しかし、睡眠不足は逆説的にはエネルギーを増加させ覚醒を促すため、 うつ病の治療法としても用いられる。急性睡眠不足と慢性睡眠不足の影響を比較した研究はわずかである。長期間にわたる睡眠の完全な欠如は人では確認されていない。マイクロスリープは避けられないようである。動物実験では長期間の睡眠不足は死を引き起こし得る。睡眠不足の健康への影響を一般的に 睡眠不足は以下をもたらす睡眠不足の運転への危険性は、全米睡眠医学学会のレポートによれば、重大な自動車障害のうちの5つに1つは、運転手の疲労に関連しているとされ、毎日8万人の運転手が居眠りし、毎年睡眠に関連して25万件の事故が起こり、米国国土交通安全局は、関連する交通事故は10万件近くと推定している。 同局は、道を降りて、眠気を緩和するための15分、または20分の昼寝を推奨している。睡眠不足は、体内の血糖値のコントロールを難しいものとするため、長期的に見て、体重の増加や、糖尿病を誘発するなど健康を損ねる要因となる。休日にまとめて寝る、寝だめを行っても、再び睡眠不足が続けば、 血糖値のコントロールができなくなるため改善効果はない。睡眠不足は尋問の手段として使用することができ、この手段は拷問とみなされるか否かについては裁判となったことがある。帝政ロシアにおいては政治犯の拷問手段として用いられ、ロシア革命後のソ連にも受け継がれた。研究においては睡眠不足はうつ病の治療の可能性を秘めている。うつ病患者は レム睡眠が発生する前に急速眼球運動が起こっている傾向があるため、レム睡眠発生中に脳波をモニタリングし、その最中に起床させることで、抑鬱効果を緩和する治療効果があるようであった。ダンネムリ療法をすることで、患者の60%においては即座に回復したが、ほとんどの場合は、翌日に再発している。この効果は、 脳由来神経栄養因子の増加と関連している。これは、クロノタイプが、人々の睡眠不足の気分への影響と関係しているとされており、すなわち、睡眠不足により、朝を好む人はよりうつ病になり、一方、夜が好みのものは、気分の改善を示す。2014年の人への代謝総合評価によれば、断眠り療法によって、27個の代謝産物は、 気象後24時間後に増加し、さらにセロトニン、トリプトファン、タウリンらは、抗うつ効果に寄与されることが見出された、再発率は、断眠り療法と投薬を組み合わせることによって、減少できる。多くの酸関係抗うつ薬は、レム睡眠を抑制するため、気分と睡眠との関連しうる証拠がある。同様にトラニルシプロミンは、十分な容量で、 レム睡眠を抑制することが強く示されている。いくつかの一般的な睡眠障害は、不眠症に対する認知行動療法に反応することが示されている。これは睡眠、ホめオタ多質を回復させ、正常な睡眠効率を促進するために、睡眠制限のプログラムが組み込まれている。睡眠不足の最も一般的な原因は、睡眠環境の悪さである。解決策は、 就寝時刻の約1から2時間前に暗い部屋にいて、45から60分前に電子機器の使用をやめ、就寝時に耳栓を装着し、室温は18から20度に設定することである。6種の睡眠異常の一つである、不眠症は、成人人口の21から37%に影響している。その症状は、日中の過度の眠気、睡眠についての不満や心配。 注意、集中、記憶に関する問題、極端な気分の変化、または過敏性、エネルギーやモチベーション欠如、学校や職場におけるパフォーマンスの低下、緊張性頭痛や腹痛などが認識されている。不眠症は、一時及び二時、または閉存した不眠症に分類することができる。原発性不眠症とは、医学的、精神的、 環境的原因に起因しない睡眠障害である原発性不眠症は主に3つに分類され精神生理学的特発性不眠症睡眠状態誤認が挙げられる精神生理学的不眠症とは不安誘発性のものである特発性不眠症とは一般的に小2期に始まり生涯続くものであるその原因は 睡眠覚醒サイクルを制御する脳の一部における神経科学的問題であり、睡眠不足信号、または過活動性覚醒信号のどちらが生じていることが示唆されている。睡眠状態誤認とは、診断上は十分な睡眠をとっているのだが、睡眠が不十分であると誤って認識する状態である。二次不眠症、または閉尊不眠症は他の医学的、 神経学的、心理的及び精神医学的状態と同時に起こる。原因は必ずしも判明しているとは限らない。睡眠喪失と精神障害の症状との因果関係については、気分障害患者において最も広く研究されている。双極性障害患者がうに移行する際には、しばしば不眠症状の期間が先行するため、 睡眠不足は彼らを相状態に誘発することが示されている。睡眠不足は相病の発生における最終的な共通経路である可能性がある。また睡眠喪失は相状態の人生化及び補強因子の両方であるとされる。米国睡眠財団はカレッジとユニバーシティの学生らは毎晩の睡眠は平均6時間以下であるという1996年の 論文を取り上げている。この研究では70.6%の学生は8時間未満しか睡眠を得ておらず27%の学生については少なくとも1回の睡眠障害のリスクがあると報告している。睡眠不足は大学生のストレスや社会活動に適応が求められる初年度の大学生に共通している。台湾国立中世大学の心理学科が実施した 調査では、新入生は、その週に最低限の睡眠しかとっていなかったことを、結論付けている。1997年のミネソタ大学の研究では、午前7時15分に、登校した学生と午前8時40分に、登校した学生を比較した。それによれば8時40分に登校した学生は、より早く登校した学生よりも成績が良く、 また平日の夜により長く眠っていることが分かった。米国の高校生の4人に1人は最低でも週に1回は授業中に眠っていると認めている。人間の思春期には典型的に外術リズムとそれに従って睡眠パターンが著しく変化することが知られている。脳波研究によれば思春期ではノンデム睡眠における深い睡眠の50%減少と デルタ派のピーク振幅の75%減少が示された。学校のスケジュールはしばしば睡眠ステージの対応する遅れと相入れないため大多数の青年にとって最適な睡眠よりも少ない睡眠を引き起こす。注意力を高めることで睡眠不足の影響を打ち消そうとする試みにはいくつかの共通する戦略がある。急性睡眠不足においては 覚醒状態を改善するために短期間カフェインが使用されることが多い。しかし、カフェインは日常的に服用されるという構成が低くなる。米国睡眠医学会が推奨する他の戦略には、予防的な睡眠、昼寝、他の覚醒物質、及びそれらの組み合わせなどがある。しかし、睡眠不足と戦う唯一の確実かつ安全な方法は、 夜間の睡眠時間を増やすことである。認知機能の回復は慢性で部分的な睡眠不足後よりも急性で完全な睡眠不足後の方がより迅速である。慢性睡眠不足は日常生活においてより一般的である。一晩の回復睡眠は全睡眠不足の悪影響を逆転させることがある。回復睡眠は通常の睡眠よりも効率的であり、 入眠戦時はより短くなり、深くて REM の睡眠が増加する。ありがとうございます。